コリント人への第二の手紙第二章。そこで私はあなた方のところに再び悲しみを持って行くことはすまいと決心したのである。もしあなた方を悲しませるとすれば、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるのか。このようなことを書いたのは、私が行くとき、私を喜ばせてくれるはずの人々から悲しい思いをさせられたくないためである。私自身の喜びは、あなた方全体の喜びであることを、あなた方すべてについて確信しているからである。私は大きな艱難と心の憂いの中から多くの涙を持ってあなた方に書き送った。それはあなた方を悲しませるためではなく、あなた方に対して溢れるばかりに抱いている私の愛を知ってもらうためであった。しかし、もし誰かが人を悲しませたとすれば、それは私を悲しませたのではなく、控えめに言うが、ある程度、あなた方一同を悲しませたのである。その人にとっては、多数の者から受けた、あの処罰でもう十分なのだから、あなた方はむしろ彼を許し、また慰めてやるべきである。そうしないと、その人は、ますます深い悲しみに沈むかもしれない。そこで私は、彼に対して愛を示すようにあなた方に勧める。私が書き送ったのもあなた方がすべてのことについて従順であるかどうかを試すために他ならなかった。もしあなた方が何かのことについて人を許すなら私もまた許そう。そしてもし私が何かのことで許したとすればそれはあなた方のためにキリストの御前で許したのである。そうするのは、サタンに欺かれることのないためである。私たちは彼の策略を知らないわけではない。さて、キリストの福音のためにトロアスに行ったとき、私のために主の門が開かれたにもかかわらず、兄弟テトスに会えなかったので、私は気が気でなく、人々に分かれてマケドニアに出かけて行った。しかるに、神は感謝すべきかな。神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴い行き、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところに放ってくださるのである。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとっても神に対するキリストの香りである。後者にとっては死から死に至らせる香りであり、前者にとっては命から命に至らせる香りである。一体、このような任務に誰が耐えようか。しかし、私たちは多くの人のように、神の言葉を売り物にせず、真心を込めて、神に使わされたものとして、神の御前で、キリストにあって語るのである。